ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介する商品はライツ社のユニバーサルファインダービオーになります。ビドムとはちょっと違いますね。ビドムはちょっと鉄砲タイプですが、こちらのビオーの方はちょっとずんぐりむっくりした丸いタイプになっております。はい、こちらは ビドムとは違って中にプリズムを入れることにより逆像じゃなく正像に見えるようになっておりますので、まあ見やすいかなと思いますね。まあ形は好みに分かれますね。はい、ではまず外観からですね。まあスレ等はね仕方ないですね。もう何十年も前のものなんで使用に伴うスレですね。あとその他は大きな傷とかメッキの剥がれはないですね。まあ綺麗な方ですね。特にこの辺がねもうガビガビになったり塗装が剥がれてるのが多いんですが、接岸部にちょっと塗装の剥がれがあるぐらいで、あとこの辺はかなり綺麗に塗装が残ってますね。これはかなり綺麗な方ですね。美容にしてはこちらのアクセサリー賞も特に腐食がしてるものが多いんですけど、これは特に問題ないです。こちらも、はい、全体的にかなり綺麗なものです。こちら先端部にネジ切りがあるので 2.8 ミリのアタッチメントも装着可能になっているタイプです。はい、であと動作はこちら当店で分解清掃済みですので特に問題ありません。はい、このようにカチッカチッと小気味よく、はい、動作します。この音がいいですね。カチッカチッっていう、はい、しっかりとクリック感もあります。はい、こちらのパララック操作も問題なくスムーズに動きます。はい、光学系の方もこちらで当店で分解清掃してますのでとてもクリアに見えます。はい、その他不明な点などございましたらお気軽にご連絡ください。はい、以上ビオーのご紹介でした。ではご検討のほどよろしくお願いいたします。ご覧いただきありがとうございました。